s, s b m ウェ l 2インチ迫撃砲は、イギリス製の方向装填式系迫撃砲である。s b m ウェ l とは、スムーズ、ボレマズルローディングの略で日本語で滑空砲・前装式を意味している。最初の2インチ中迫撃砲は1918年の残豪戦で登場したが、1919年には廃止された。その後1930年代半ばになって、不評招待レベルで運用する。 軽量迫撃砲の必要性が高まったことにより、新型迫撃砲の施策、評価が行われた。最終的に液屋車のものが採用され、修正を施された上で1938年2月より、生産に移された。多くの派生型が存在しており、以下にその概要を掲載する。ユニバーサルキャリア搭載型が長方形の重い、床板を持つのに対して、 不評部隊運用型は小さな床板を持つ。空艇部隊運用型は他の方に比して方針が短く軽量である。すべての方は同一の弾薬を使用し、高性能作薬弾、発煙弾、照明弾、各種信号弾が生産された。角度は方針を支える、いての手によって調整され、射撃に際しては引き金を用いる。戦後は、 改良型の 51mm 圏迫撃砲 LQA1 へ移行して1980年代までイギリス軍で装備されていた。ありがとうございます。